本当素敵な場所で、もう2023年がスタートできる、とっても感謝してます。さっき の, スティーブさんのパフォーマンス、とっても素敵でした。で、今日ここで皆さんと会わせていただいた、この極楽寺の仏様、そして皆さんに感謝したいと思います。花一輪され、ほどよく愛することができません。ほのかな匂いをめでるだけでは、とても我慢ができません。トップのごとく引きちぎって手のひらに花びらむしって、それからもみくちゃにして、たまらなくなって泣いて、唇の間に押し込んで、びしゃびしゃに噛んで吐き出して、下駄でもって
ヨウさんが呼ぶっていう。Thank you.
消し分かり、そして忘れず。陽ちゃんが嬉しがって泣いてぐるぐる回って、それから体が天に飛んでしまうくらいええもんやりたいな。Amazing.